スネーク助けてあスネーク隠れた <laughs> おいおいスネークワンモアデこちらのゲームをプレイしてみようと思いますマイクロペーサーどうぞよろしくということでこちらのゲーム2024年4月 発売となったゲームでございます勇敢なヒーローとしてあなたは頼りになるパンツだけ武装闇の中で広がるゾンビの群れに立ち向かいますといったゲーム説明がされているやつだったんですけれどもうん画面の真ん中でパンインチで寝てるのが私なんでしょうか。 何やらゾンビをぶっ飛ばしていく感じのゲームっぽいんですがちょっとどんな感じかやってみようと思いますということでプレイですパンツだけ武装した主人公始まり寝てるねでおき来たでライフルあなんかラ何持ってんやこれ ちょっとかわいい。これがタブで切り替えてあうおーい。<laughs> 打ちました。それでいいぞ。地面からスクラップを拾ってください。それを使ったようにちょっと読ませてください。新しい波が近づいています。ウェーブー来る感じのあれかいあいっぱい。 これは、あ、シフトで走れるね。かわいい。キーボードマウスしかちょっと対応してないけれども、これ、コントローラーでも対応してくれたら、面白そうなんやけどな。マウスは別にこれ、いや、いるわな。普通に考えたら。マウスなし、あ、マウスで打つリロードとかはなんか投げた。 インベントリ開く。おい、チュートリアルないな。ドライバー持ってたんか真の英雄の武器。あーと、9ミリこの小さなピストルはかなり取り回しやすいです。またその弾は安いです。ただしそれなりに、それます。ええこれ、これ、あ、ちょっと待って。これなんや。今さっき、あ、石ころ投げてんのかこれは。 で、クリックでえ、でこれ多分スタミナやんなダッシュするとあ赤色になってる時はこれ多分いやなダッシュができなくなったからいるドア修理そういうのもあんのかほいほい <laughs> あちょっと <laughs> ハートなくなってきてるんですけど ドライ…なんか音するな。ドライバードライバーはあれか、ヒットアウェイで何とかせなあかんタイプロック解除にあ、2回行ける。2回は何ボタンで行くんだいいいか。で、なんか素材を使って、ドア開けてとかやな。F でロック解除。ドア開く。 アップグレードとかあるな。っていうことは家守ったりもするってことやんな。こいつらさ、チュッってやって、さっほい <laughs> ほっほっチョイチョイあはん死亡しました。持ちこたえたらニスチ倒したゾンビに。<laughs> あ、むずう。でもちょっとおもろい。これちょっと待って、なんか、キーコンフィグ的なオプション。あ、ね、キーバイン。えー、っと、打つのが、あ、変えれるな、でもこれ。ってことは、 これをボタンうーんどうなんかなマウス使わずにやった方がアクション 123E と F と R アイ手もインベントリがスペースで C が建設一旦そのまま行ってみるかちょっとむずいな EFR とスペースであインベントリね 投げる武器あと何があった ?C が建設。建設 C。あ、なんか出るわ。はートラップとか。なんかいろいろあるけど、まだ作れはしない。一応ちゃんと説明書いてたんかさあ、オスバルド、あのゾンビを倒す必要があります。ドライバーやピストルを使ってください。武器を変えるにはタ へっなぜか一撃やった。それを使って家を強化したり、物資を買ったり。いやな、あれをちゃんと全部読ませてくるよな。そういう感じなのね。商人ロック解除とかあるで。これ普段は銃持っといた方がいいよな。へえいや、これちょっと俺,俺的にはコントローラーでもプリできるようにしてほしいな。ドアの修理が R。犬小屋。 おいおい硬いなおい強っ弾弾持たんでそんなおいおい,いや無理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 パインチパインチなの私弾なくなったよ弾なくなったらおお終わりちょっとあ動動かないよなんで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  <laughs> 操作が、操作があるやな。ちょっと俺的には、慣れんな、これな。コントローラー対応してくれた方が俺的には、やりやすいんだが、タブで切り替えて。いやな、キーバインドでもうちょっといじった方がええかもな。はぁ<ー>、新しい波が近づいてます。って言われてもや。 こっちに、ほれ。ほんまやなやっぱピストルめっちゃ、それるな確かに。ほい、ほい、え、違う、下手くそ。ほい、ほい、ほい、ほい。かいわーもうたまなくなった。チュッてやって。チュッ、ちュちチュッ、チュッチュッ、チュッ、チュッ。倒せなくはないけど、スタミナ管理が全然無理やぞ。やばい。 石ころは、違う、ん、えー、こう、うーん、狙えねえ、狙えねえな。すっ、あ、違う。<laughs> むずっ。っていっ。えー、ていっ。ていっ、ていっ。いやー、食らうな。はっ、はっ。クソむずやんけ。他に弾とかもっとないんけ。 ささささ、ドーンとデッドディグインサイド。あっちに行ったりとかはないし、ジャンプとかもないもんな。あー、これでも、マウス別に、いらんっちゃいらんよね。キーバインで、だからこれを、うーん、仮にエンターとかのボタンに、 変えたらこうすりゃマウスだけで多分マウスが必要なくなるよねあヒーゼロあーでもこれ普通に上下左右のあっちでも移動とかできるようになってほしいないるねいるけど。 無理じゃね、サッ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 スエースタミナちょっと管理してまたある程度戻ったらサッサッいや食らうな回復は回復はどうやってやるんやろこれロック解除小人やってみようできた商談 わあ、ショットガンとかある。欲しいんですけど、こういう時にでも結局、マウス使わなあかんな。でもってキーバインド変えたら、そっかそっか、一気に使えへんし、こういうの選択する時にでもやっぱマウスは、必要になってくんのか。 むず。えー、ちょっと待って、全然、足りひんな、あれが。こいつら、つっつつつもうちょっと簡単に倒す方法ないのこんな、すっす。<laughs> 地味な戦いよ。ほっ。スタミナなくなっちゃうよ。 おいでもってすぐ新しい波が近づいてますとか言って出るからえ商人なんかやってる場合じゃねえぞこれここ開けてかいあ,あ足りへんたぶん上にさなんか これ回復っぽいのよねやけどそれ以外なんもないからドア修理ロック解除ドア修理してどうすんのでもさっさったまたましいおいよしえー、っとー時間を進めるって言ったらこれどうなんの 時間を進めることはできません。家にゾンビが潜んでいます。え家にゾンビうわあ、3体も来たやばい。えーと、どうしようり、したら来んの来んのかいまさか。あ、そういう感じ。はっ。 あ違うほらこされるあれこないであけんどいてーあ一1日経った商人たちは新しいアイテムを持っていますなんか鳴ってる時間は進めれへんよね商人お錆びた包丁 基本的には包丁と同じですが少しダメージがありませんカラシニコフこれアサルトライフルっぽいねおるやんけゾンビどれまでチュッチュッちょっと待ってこれ石ころ石ころへっへっへっ,へっくらくらってるはっはっはっほいー回復させてくれ回復 包丁買ってみようか。包丁買いました。で、強なってんのかな。やったるで。いいよねこの可愛い感じ。さ、さ、さ。おい、こらおし。いやあんま <laughs> あんま強いない気がするんですけど。 俺が相手、あ、ちょっと待って、スタミナないわ。<laughs> 俺が相手したら。銃欲しいなぁ。弾。はっ。弾どうやって手に入れるんだろうほっ,ほっ。ほっ。ほっ。よぉ。29。上行かなあかんよ、多分な。でもなパカッて行って、上行って。 ここのドア開けるのにもスクラップ必要なんやなあ。あ,あめっちゃいる。やばい。多い。それはちょっと多い。せめてい、一体ずつ来てくれないと。助け、助けてくれ。<laughs> ダメだ。あいつはダメだ。はあ。うわあ、もういるやん。ほっ。スタミナがやばい。うーん、ほっ。 これ2体同時にダメージ食らってくれてるおあ、いけるなスタミナさえ持てば、なんとかなりそうな気がしてきたぞ。来い。で、もって。もっといっぱい。スクラップをくれ。はっもうちょっとでもあれやね近接で、ダメージ与えれるやつが欲しいな。 え、スタミナを回復しつつ。おい。こら。こら。あ、スタミナ、スタミナ。スタミナないよ。スタミナなくても、振ることはできる。でもって俺の方がちょっとだけ足早い。いやけどもっと、スクラップを集めねば、 持たんぞ、これはっおお引いたったで日が経つと一応新しいアイテムが増えていくってことやんなおお待ちえていやーでもこれまず回復せなあかんよなこうして開けて また100いるのここも他はなんか触れるもんがないけどあげたろドアをあここにもショーにいるんやドアを使うことによって 一応防御壁みたいなのが多分できるってことやんなただあ金が全然。よく見たらここ、太陽みたいなのちゃんと動いてんやな。お前ちょっと足早いな。あへへ,へほえー、こんな近接ばっかりで頑張らなあかんのかいへ弾が。 もっとやばい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 あっスタミナ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 管理むずいこっちの端っこわちょっと待ってそれはいやめっちゃいるけどまだお前らなら最悪はっへっいや当たってない えほ怪しいしね硬 <laughs> い銃はああ、もうスタミナが危ないえー、おれう空振りやばいこれ両サイド挟まれたら多分終わりってことやんな危なスタミナがないの やばい。向こうから。やだだどんちょうどここにマウスがあったから、一気に終わらせてもうたな。いや、これむずいわ。むずいけど、頑張れば面白くなる感じ。へい,えいこれのめっへいっ。 ねえ、進めていったバージョンちょっと見たいよな。新しい波が近づいていますっ,つって。最初だから何をやるのがおすすめなんやろうな。うここだって最初。えめちゃめちゃおるで。おい。やめてやめてやめて。おい。おい。 銃の弾を作る方法を教えてほしいな。ほっ。ほっ。ほっ。へっ。よし。スタミナねえぜ。こんだけ倒して、85しか手に入ってないからさ。 あー基本的には、だから、この家でひたすら、耐え抜くゲームってことよね、おそらくね。えー、でも、商人、呼ぶ以外、最初やることなくないひたすら倒して、あっ、ああへっ、へっ、ピース、 ボトルの使いどころもまだようわからんよなおいおいムズコムズコはいはいはい、はいはい、はい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 お前ちょっとはいおい一応時間は行って時間は経ってくねやめとけで ある程度ダメージ食らったらやっぱ回復をせなあかんからさショーに呼んでいる場合じゃないと思うんやけどどうやるのがポイントドア作ってでもそうかさっき挟まれたからそういう意味ではドアはやっぱ 守るための一つの手段にはなるってことよねむずいぞこれおいあなたあなた来たで全部のゾンビを倒してまだ次の日になってなかったらたぶん間進められるってことやなよしなんとか これでもまだ126しか手に入ってねえけど試しにこれで次の日いけるよね。で、ここ行って、ここ解除して、あー、ここちょっとやってみたいんやけど、あと一人、一人だけ。 一人だけおいでひ一人でいいのはいおいおいゴラハッハッツイッ危ない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 スタミナおれ。よしでまだちょっと落ちてるやつとかあるからあいつー。 こっちに気づいて動いちゃったらでも基本的にもう痛い戦うなあかんよなえーっとえーっとタブを押してはっはっはっいざって時はこれ使う感じよなえーっと試しにすんません寿命 回復うわ全然足りひんやん位置回復すんのにこれかいでもう一個向こうにも何かあったけどさこれ最初だからダメージ食らってる場合じゃないな <noise> おいあっやばいやばいやばい,やばいスタミナ管理が。 あスタミナの概念で何とかしてほしいな、これだ。ただでさえ走れなくなる。パン位置でいる理由がよう分からなくなっていた。で、回復すんのにまた50もかかるから、一旦向こうで、いや、だ。危ない、な,ない、ない。 足早いゾンビ。厄介ね。で、ま、もっと金欲しいなあとできることは何だあ、危ない危ない。やっぱ、商談、A 武器をとりあえず最初手に入れるかどうかやな やけど、ええ武器買うのに、金がなさすぎやしませんかおい。おい。あ、やばい。はっ。はっ。もっとこの、スクラップ的なんが、大量に手に入ってくれたらいいんやけど、なかなか手に入らへんよなぁ。おれ、おれ、おれ。おれ、おれ。 めっちゃいるやん今おい。トゥ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 やだちょっと。っていていていてたま、えー、ないー。はいたまないー。ほっむすぎる。ほっせっ。 よいしょほらよまだよ <laughs> めっちゃ来る <laughs> めっちゃ来るやんおいおいむずすぎるでこらあなたたちやめとけうわいスタミナが全然ないからちょっとまたしても 挟まりちゃうじよしいっぱい倒したけど持ってるやつをでも拾いまくってこれで87しかないんやもんなんむずくねでまだ回復これしようと思ったら結構払わなあかんやろわーめっちゃ来たういやういや ういやういや,ういやからのここここここおい商人たちは新しいアイテムを持っていますとか言って出たけどさやばい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 ほっえー、これでも商人俺あのおっちゃんしか今回 解除してへんけどもさおっちゃん商談うーん安なってる寿命回復伸ばすってやったらああ増えるわやけど厳しすぎええ武器ええ武器ないと ふり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 ええ武器ないと単純に持たんぞこれはいはいほいほい,ほいやばいスタミナはっああはっはっちょっとアサルトライフルとか俺も欲しいのにそんなん 買う余裕がないんですけどなんかないよな走る打つ武器切り替えるオブジェクト投げる。ないよな実はリロードができたりとかちゃうよな撃てへんもんななんか弾作ったりとかないな この辺多分罠貼ったりとかなんかいろいろあんにゃろうけどさ。58しか金ないぞ。インベントにも何もないもんな。意外と、高難易度ゲーかい解除して、上行って、3階にもなんかあるっぽいんやけどな。 なんか散ってここなんなんやろうなここにももう一人商人がいるっぽいけどはっ一回ほんでちょっと暗いのよ痛ーいああいうのが一番しょうもねえダメージやな マウスの位置ちょっと邪魔やねんなえー、しここここ当てるこのやり方でななえしもっとくれスクラップをいっぱいくれへっほっ さっへっなっでまだおる ?54 しかないからな1日持ちこたえたっていうレレベルじゃねえぞ俺はへっへっへっここすいっふいっへいスタミナ回復 建設とかやってみたいんやけどなぁ。作れへんもんなまだなぁ。ほっ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 。ほい。よし。で、こっちにはもうゾンビおらんか余っとらんか余っとらんな。75しかでも今ないから。100貯めないと。 次の商人も呼べへんし、やっぱここの商人を先に、あ、なんか上に。え降りてくるもしかして。と、と、あ、降りてきよるわ、あいつら。侵入されてるやんけ、いつの間にか俺。おい、おい、よし。で、あの、上のおっちゃんやられたりとかするもしかして、あ、逃げよった、あいつ。 えー、ちゃんと <laughs> そういうリアクションしてくれんやねーー単純に強い武器が欲しいよなこれはっはっちょっと逃げないとこれ。 よしやけど足りひん。で、そうそうそう。一人だけ、一人だけ来てほしいのよな。大量に来ると、俺のスタミナが、もたんくなるから。おい、おい、おい、おい。よし、100たまった。でー。 向こう側何ができるのかちょっと見てみたいよね。行く。こっちの商人おスネークみたいなのが出てきた。ああ、こいつがトラップ。 投げる武器。爆発目覚まし時計。それを投げて目覚まし時計の音に無防備なゾンビが近づくのを見てリラックスしてください。石も金とんのね。弾薬の補充映つってるけどさ。完売。ってことは、優先すべきは武器とここか。 トラップ、クイゾンビがその上を通るたびに破壊されるまでダメージを受けます。ええー。わ、クレイモア。完全トラッパーもある。ショットガンなにこれ修復されたショットガンドアの後ろに配置しゾンビがそれを破壊するとメカニズム作動。安全な距離から鉛で満たしてください。少し足りないです。一発しか耐えれません。はあ<ー>。接着剤。 なんか面白そうなトラップあるけど。お金ないわ、スネーク。メタルギーヤやん。メタルギーヤな、彼が出てきたけど。めっちゃ来てる。終わったかも。<は>あ。スネーク助けてあ、スネーク隠れた <laughs> おいおい、スネークやべ、やべ、やべあ、あ、スタミナがない やめてあん持ちこたえた日数いつかそしてまた最初からってことは何日耐えれるかみたいなおいそういう感じのゲームってことかないやーこれでもうまくいけばすげえ面白くなりそう まだちょっと立ち回りがうまい立ち回りが分からんけどさちょっと武器欲しいな単純にほい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 いいやーもう余計なダメージですぐ弾まなくなるするともうこれでしか攻撃ができんからほいよし とりあえず最初だから100貯めて、どう考えても武器よな。最初に手に入れるべきは。あんなところでダメージ食らってる場合じゃないよな。スタミナ。ドアの修理もだから定期的にどっかのタイミングでせなあかんよね。これね、侵入されると。 あ,あもう余計なダメージ食らいすぎょれこんな最初からダメージ食らったらもう厳しい気がするんですけど外れまくってるこれでやられてくれたりとかそれはないんかなスイッ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  <laughs> おいなくなったやんけああああああ,あたまにうっすら音楽流れにないなおいスタミナ管理 OK お金がマジで。 全然足りへん最初よう変えたな俺なチリンチリンあっ違うんやね毎回あっ弾変えるわここではあ今気づいたはあーじゃあスネーク後回しやなやっぱ でちょっと、ダメージ受けてもたんがミスやな。ああ、序盤はじゃあこの感じで、全然ええんやね。いる。さっやけど、もうあと俺、一発食らったら死んじゃう状態なんですけど。 金が、金が足りんわ。おらんかおらんな。最初は余裕なんやけどな。やけどすぐしんどくなるな。ガトリングとかちょっと買ってみたいんやけどな。ああ、ちょっと、アップデとかでもうちょっとなんか簡単に金たまるようにしうしだ。これ結構、 えー、地味な戦いをせなあかん感じになってないほ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 い <laughs> ほい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 はっほい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 いいい 最初の方で、だから、近接の、ええ武器を手に入れんごとには結構、厳しいぞ、このゲーム。おーい。一日経つと多分、アイテム変わっちゃうから、あの近接、手に入れたいよなぁ。全然余裕がない、でも。 おいて俺が相手したら HP がでももう1しかないから怖いのおいほいっ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 よしあともうちょっとあともうちょっとなのうんーはっ こっちこたえたけど。はであぶて。へっへっへっほっ。80ちゃうわこれ。まだ1日経ってるから。下手したらアイテム変わってるぞ。ほっ。ふっ。頼むよし。88。 アイテム変わってませんようにもう変わってたらやべえぞどうだ変わってるーしゃべるでも買ってみようスタミナ結構減るな近接武器が大事なゲームやなこれな 兵武器が手に入るかどうかが。あれおらへん。英武器手に入るかどうかがかなり肝心な気がする。え体力回復もしたいけど、余裕がねえわ。で、インベントリ見たら、前のやつに戻したりできんやんな。気絶させる力がある。使わせてくれいい いやにこんな時に限っておらへんあ新しい波が近づいてます言われてる一日経ったら回復度がしてほしいのにないるめっちゃ一匹一匹ずつ来てよふんふん 3発では、お確実にいやでもスタミナが減りすぎてると触れないなスコップおいうここここここよーし OK 俺はでかいぞうえい近接の強いのがやっぱいるじゃないと全然まだなんもでけんいやあさっきの80のやつ欲しかったなスナイパーライフルとか憧れるなあおい スタミナ増やすっていうのはまだ見てないよな。俺ら3発。圧倒的火力。今までと違うで。やけど、そんな固まってこないで。はん。はん。ほれはん。でも強いわ。いいね。いや。 近接武器ですわ。これで何日耐え入れるかってことやんな。よし。あとは。新しいの。おお、金属バー多分弱いやろ。サウブマシンガン買ってみようか。30発。弾は ?1 一発一スクラップみたいな感じほい、まあ。ほんまは多分危険な時だけ、ピンチな時だけ使うべきなんやろうけど。ちょっと使ってみたいやー。いけるかな頑張れ。 名もなきパンイチ名もなきパンイチが行こうと思ってるタイミング大体いいゾンビおらへんやつ頑張れっていうことはこうなったらもう時間進めるでいいんやんな多分なやねすると新しい波が近づいていますそういうこっちゃこんにちはいる 最初はでもはっほっへっそれである程度スタミナが減ってきたら切り替えてトゥ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 ヘタクソトゥ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 トわトわトゥ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 強いもの。 そういうことや。ちょっとおもろなってきた。で、7発ある状態で行くと、あ、それでも、1回で30取られるのは確定なんかなってことは欲しいのは、え回復、回復系と、 ピンチなときはたまやけどへっあぶねえわあっほいよし来いうーんここオッケーふうスネークのやつまだいらんよな へい,えーい強えぞポンポコポンポコ危なポンポコよしおらへん,んスタミナ管理が結構でも大変やね弾もなくなってきたからどうしましょう商談ー児あるんや 三回性が高いってことはバラバラに行くってことよね。マチェってよりもシャベルの方が強いってことかな。お値段的にはこっちの方がお得やけど。うんと、ロック解除してこっち行って。上の階もまだあるっぽいのよな。お金がでも全然足りんな。これだけで。 すげえ使うからな。いるいない。一旦またじゃあゾンビ待ちかえ。ゾンビは夜にしか公園的なやつやね。よし。来い。こちら。こちら。いるね。いや、まだ使うまで,でもないんやろうけど。 ハートがすでに残り1やからちょっと怖いのよな。ほっほっほい。一振りで2体に当たるのとか意外とでかいのよな。はっ。スタミナがね。へっ。よし。 意外とスタミナ管理が。大変なゲーム。<laughs> みんな隠れるね。よし。回収回収。回収回収。まだおる。ほっ。一回でもちょっと回復しときたいな。 タブで持ち替え。この辺はあれか。オプションで、キーバインで。そうやね。ちょっといじることでなんかいろいろ。切り替えをだから、右クリックとかに変えたら、これだけで手元で変えれんもんな。あー。 このの感じの方がいいか基本的にシフトボタンずっとある程度押しとかんとダッシュができへんからさタブボタンも押さなあかんの結構大変やったりするのよねよー回復ちょっとしたいかもはっほっへっよし や圧倒的に近接が大事、これ。お !150! 買ってみたい。あと一体倒せば。こちら。一体だけ。おらん、また。あと一人だけ倒したいの。回復もしたいけど。どこだい 明日にならな明日にならな出て今回、いる。スタミナしっかり回復して。はっ。ほっ。へっ。よし。スタミナあるで今、俺は。ほい。ほい。よし。オッケー。これでいけるでしょう。 近接。これ、売買はできへんのよな、多分な。150。グレランとかもちょっと気にはなるけど。2回攻撃してる、これ。一振りで2回攻撃してるっぽいけど。やばいやばいやばい。近い近い近い。でめっちゃいる。 一匹だけ来てほしいな。一匹だけいやめっちゃ来るやんやばいぞさっ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 強いでも。せっせっさっせっさっ強い強いさっ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 さ 三発なのは変わってねえけど。ふん、ふん、危なよしいいや。金回収。これで何日生きれるかやけど。なんか、スチームの実績を見たら、たまたま欲しいなー。たま スチームの実績を見たら、28日ぐらい生き延びな解除できへん実績とかあるから、相当やり込まなあかんよね、そう思うとね。いつの間に、せっ、危なっゴーおいー。えーっと、今は殴る。まだ殴りでいける。 この辺の見極めも難しいなさっささっさスタミナが危ないーいってなったら自由に持ち替えてとかの方がいいやんな多分なちょっと一旦回復したい最初の方の立ち回りミスったなほんまなほい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 いほいほいほいいめっちゃいるわ100 100欲しいのー。なくなった。ひっ、ひっ。危ねなんだかんだ、近づかれるからやばい。よし。耐えてやるでー。意外と頑張ってるでー。これででもー。敵に近づかれたら俺終わりー。 木製の棒またはコンボほんまだから最初にええ説取れるかどうかがはめちゃめちゃ大切なゲームな感じするんだけどえー、っとか回復するにはまだあれかもうちょっとお金いる一、うん、つ回復いけた。 なあ、そういうこと、やっとちょっと分かってきたね。やけど、めちゃむずかもしれん。めちゃむずかもしれんけど、意外と楽しいぞ、これ。ちょっとできることならコントローラーにも対応してくれると、個人的には。嬉しいんやけど、あ、いや、余計なダメージを。これ。 二回、剣振ってくれるのはいいけど、微妙に近づかれてんのよな。うわ、ちょっと危ねえ。あ、危ねえ。なあ。スッスってこう、二回攻撃する間に、詰められてダメージ受けてもうとんねえまだおるか。それのせいで、 危うく死にかけたやんけえでもちょっと足りひんなあれがこのままだと全然死ねるぞガトリングなんて勝てる余裕がねえ弾買っうんインベントリー結局開けなな 意外とスコップの方が使いやすかったかってってあなむなむなせっせそうおい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 そう思っちゃうぐらいおいーでも銃楽しいなんかもっと銃がぶっぱできるといいんやけどお金が足りんよなー 全然お金が足りひんもんなーもっとバコバコお金が手に入ってくれたらいいんやけどなーおっメイス壁とゾンビを引き裂けここでは誰が指揮をへーああリボルバーとかもリボルバーは リボルバーも拡散が大きいってことはあれか、ちょ、ちょっと弾でかいからショットガンタイプな立ち回りができんのかいおらんな。ってことは、時を進めよう。これでもスネークをまたさ、呼び出そう思ったらさ、もっと金ためなあかんのよな。 ドア開けてロック解除するだけですごいいろいろ使うからはいはい全然いろいろ足りんくなーいほ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 いあスタミナがないふんふんやば近っ近あっスタミナすっさっ 吸ったスタミナがねえと全然なるほどねよしまだおったかハッハッあなはッはッよしサブマシンガンの弾も補充したいけどしたらしたでまだ金いるし スネークアンロックするべきなんかなぁ。いやーでも、面白いのは面白いぞ、これ。ほっほっ。意外とシンプルやけど、よく出来とおるよ。なんか、あぶねあ、じゃじゃーん引っかかってもた。あぁ。 ということで One more day とでりあえずまずは初めてちょっとプレイしてみた感じでございますが意外と面白いゲームあ,あちょっといい数字が出せるかどうかはかなりやり込まないといけないのってなかなか難しいかもしれないですがもしええ感じの記録出せたらまたそれを動画に上げてみようかななんて思いますが One more day ファン一の男が頑張るゲームということでまずはここまで。ということでご視聴ありがとうございました。また動画あげることがありましたらその時はよろしくどうぞ。